カリプソカリプソは潜水用品メーカーであったラスピロテクニークが1961年5月から製造販売した水中カメラである。水中写真を撮影する場合には一般カメラを防水ハウジングに入れるのが普通であったがカリプソはオーリングによりカメラボディ自体を防水とした。このため従来使われていたマリンハウジングと比較して小型軽量で取り回しやすく かつ安価な水中撮影機材となった。防水性能は50メートル。ボディの形状が下すぼまりにしてあるのは水圧による変形を避けるためだという。フィルム送りにスプロケットギアを使っていないため横幅は狭い。ファインダーは逆ガリレオ式で3 5ト、mm、ルレンズを陸上で使用するためのもので、水中では外付けファインダーを使用する。 シャッターは縦走り金属膜フォーカルプレーン式。前期型は1、30秒から1、1000秒。後期型は1、15秒から1、500秒。レンズは、ベルチオ工学機械車の3群4枚テッサー、型フロール35メートル MF3.5。このレンズに関して、田中長徳は、あまり描写が良くないとするが、早田カメララボでは、十分よく映るとしている。 ピント合わせは目測でカメラを構えてレンズの左手側にあるノブで操作する。絞りはその反対側にあるノブ操作。ラスピロテクニークはカリプソの製造販売権上等帝国3層通じて日本工学工業に打診。1962年1月ラスピロテクニークと日本工学工業は技術提携契約を締結した。 この契約に基づきカリプスは1963年、ほぼそのままニコノスとして発売され、ボディの基本デザインはニコノス3まで長期にわたり踏襲された。レンズマウント、ピントと絞りの独特な形式のノブはニコノス V にまで引き継がれた。ABCDEF、レンジファインダーニコンのすべて P171。ABC、レンジファインダーニコンのすべて P172。P AB ライサ産 P32 ありがとうございます。